よろしくお願いします。あ、すごい構えやすいですね。構えやすい、はい、なんか前のグローリーとちょっと違います。飛ぶな、お前。ああ、飛んでる気がします。おいよ、おいよ、全部いいじゃん。いただきます。おい、これは来年から復活だな、これ。いや、すごい上がりますね。あの、本当普通に振ってて上がりやすいので、あとはまた構えててもすごく優しく感じて、あの、本当普通にまっすぐ振っていけば、あの、いい感じに助けてくれそうなドライバーです。おー、よいしょ。上がりやすい。こう、吸い付いてくれているというか、フェンスに長く乗ってくれてるイメージがすごくあったので、伝わってくれて、あの、球が飛ぶんじゃないかなって打った瞬間に思わさせてくれるクラブでしたね。本当にこう、まあ、ちょっと球が捕まりづらいよっていう方が簡単にこう捕まえて打つことができて、そしてこう、そうですね、こう年配の方でも優しく打つことができるので、でまたこう構えた感じは結構こうスタイリッシュで、あの、違和感なく構えることもできて、ほとんどこうどの方にも、あの、合うようなクラブになっていると思います。おー、ナイスだ。おー。構えた感じはどうですか？あの、顔がすごくイケメンで、なんか安心します。でも簡単に球が上がりますね、うん、はい、あの、もう構えてから捕まりそうな感じがするので、逃げに行きそうな感じはあんまりないですから、はい、安心してお打ちください。うーん、よいしょ。ああやって試合の時打ちたいな、はい、言っちゃったよ、俺も。あんだけだったら絶対やったかな。めちゃくちゃ座りがいいんで、あの、構えた時も、あの、安心感がありますし、実際打ってみたら球もすごく上がるので、あの、簡単に、はい、打てます。結構大きい球が打てるので飛ぶかなと思います。おお、すごい完璧。すごい前に飛びますね。で、今でも使いたいんだろう、はい、ね、だからやっぱりその自分が気に入ったクラブの設定、あの、シャフトの長さとか硬さとかグリップの太さとか重さとか、そういうのやってやってもらって、自分が使いやすい、振りやすい、あの、重さとか長さとかいろいろあるから、それを作ったらいいと思うよ、はい、ここに今優秀なスタッフがいるから、はい、ね、そういう意味では今年あんまり試合ないかもしれないけど、始まったらこの中で優勝争いしてくれたらいいなと。よいしょ。少し上手くなったね。